最初はグーチョキパイ。じゃあ先行です。オープニングフラッグ忍者でござる。毒が面白いで、なんだこのハンド。あらら。チャージアンドドローなんか光ってんだハンドが。よし。試練コール、試練効果、ゲージ1払い、忍法してて2ドロー。マジか。引きが荒れてる。やばいか。着地するカードばっか引いてる。あ、マジか。序盤はいらないんだっていう。どうするか。まあここちょっとカード消耗したくない。1点。いける。変動。やばい。やばいな。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。ジャージアンド。ドロー。じゃあ見せてよ。設置、あれまた引けたのこれ。ちょっとあれこれ何積みしてる。4積みしたんだ。あ、さすが修正したんだね。だって前1枚しか積んでないのに2枚とも引けてたもん。おかしかった、さすが。じゃあ、逃げ石洗いセンターに行こう。ちょっとまた理想の設置魔法で、はい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 、これはちょっと読んでます。はい、なるほどなるほど。これドロップからもコールできるんだ。うん、生贄を捧げるとゲージ1洗い、大前に割りコール。はい、割りコール。じゃあアタックフェーズどうぞ。こいつ攻撃力1万ね。1万ね、はい、うん、にらめ石。まあ1万ダメージ受けるわけじゃないからいいや。2回攻撃だし。2回攻撃か。うぜえな、それじゃ。うぜえな。はい。1ダメージ。受けよう。やばいやばいやばい。エンド。ドロー。こうかな。チャージアンド。ドロー。まずいな、これ。非常にまずいな。もう半分削った。5000守備力か、でも。うん。ソウルガード持ってないもんね。コール。ほい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 。ちょっとこれはここでアタックフェーズ。じゃあアタックフェーズ。じゃあライフ1あってヘビニラ未来に寝かせる。ああ辛い。じゃあまあここは。何せ？これがね、これ寝かせるんだよね。うん、でこれここ。3000。3000で1000にアタック。4000反撃。おマジだマジだマジで。やられた。ライナルフェーズ。3ゲージ、忍者をドロップに置いて必殺コール。そっちか。めっちゃ分身するの巻。こいつは2回攻撃必殺モンスター。はい、はでもやっても湧いてくんだよね。ちょっと待って、でもちょっとあれこいつを生贄に捧げて2ゲージ支払ったら復活できる。今ドロップにドクロムシはいないし、全然いないんだよ。いないけど、こっからこれ出てきてこれ捧げてまた出てくるって流れになるんだよ、どうせ。だから2点。受ける。何度？何度？あって。ちなみにこれ打ち攻めできるから。じゃあじゃあやめて。モンスター以外捨てると打ち攻めの術できるからね。じゃあゲージ1じゃらい。コール。じゃあライフ1じゃらって、これ能力使います。うん、レフトにコール。ああ落ちてたの？うん。いつの間に？あれゲージで。ゲージの。こいつゲージ1じゃらって。はいはいはい。コール。はいはいはい。5000、6000のアタック。6000のアタック。そうか、こっち4000しかないんだ。オッケー。じゃあ打ち攻めの術で。じゃあライフにシャルって、その魔法向こうかね。おっと。ライフにシャルって。向こうか。じゃあ攻撃が通った。うん。ライフにシャルってね。うん。じゃあこいつは場を離れるとき、モンスター以外を捨てると場に残せる打ち攻めができます。じゃあそれ使いますよ。じゃあ捨てて、場に残った。はい、はい、じゃあ連携攻撃、こいつがやられると持たないから。あ、すげー。じゃあまた場に残した。はい、じゃあこいつの能力で、これ一旦に一旦にちょっと書いてない。じゃあこいつの能力使っていい、うん、これを生贄に捧げてワンドローします。なるほど。エンドドロー。チャージアンドドロー。
コール、ゲージ1払って忍法捨てて2ドロー、タイプアナライズ、うん、弱い弱いけどアタック強い、あ強い、1回目、はい、2回目いける、エンド3度ドロー、あちょっと待ってジャジャンドロー、ゲージがない、じゃあライフ1したらいい、うん、ライフないぞ、後がセンザー2コール、ゲージ1したらいい、うん、この効果ね、コール強い、強いや、アタックフェイス、はい、アタック、じゃあモンスター以外を捨てて場に残る、はい、の方ね、そうだね、モンスター以外だったら忍法じゃなくてもアタック、やめた、じゃあこういった能力生贄に捧げてワンドロー落ち着けあと1点で後がないぞ、敵の下のを見たから、まあいいよ、どうせ出撃して運命、エンドドロー、刀 VS 刀、キャージャンドロー、ドロー、コールワンドロー、あバリコールね、ワンドロー強い、じゃあ試練効果ゲージ1、忍法捨てて2ドロー、はい、やばいかもな、やばいでしょ、コール、さあアタックフェイズ、ピシッ、ちょっと考えさせて、うん、4000上昇とかあったのか、間違ったかな順番、じゃあこれで、まあこれで攻撃受けるけど、これで、うん、こっち破壊された時モンスターを破壊する、なるほど、じゃあ一旦とどめ、ドーン、あー取った、いやギリギリだったぜ、危ない、まあ、途中の2回攻撃分身が強かったね、こいつが頑張った、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出たけど